はアメリカテキサスです。では今週も1週間の食事をご紹介したいと思います。今週のメニューはハンバーグとチンジャオロースとロールキャベツを作ろうかなと、ざっくりメインディッシュ3品考えてみました。その他の曜日は残り物をや冷凍庫に余ってるもので作る予定です。あとは今週末、そうですね、ちょうど今週末は、バーベキューフェスティバルに行く予定なので、そこでたくさんランチを食べて夜ご飯を軽くしようかなという作戦もあります。では1週間の食事、ぜひ楽しんでいってください。まずはお買い物、今週どんな食材を買ったのかご覧ください。野菜はお会計するときタッチパネルで商品番号を打ったり、あとは名前をタイプしたりして探すので、ちょっとスキャンに時間がかかるんですよね。野菜売り場のところで先に番号を登録して、自分でバーコードシールを作ることもできるんですけど、最近はちょっとそのバーコードを作るシールが壊れてるので、シールが入ってないことが多いので、この最後のお会計のところで全部一つずつ手打ちしてます。先週とんかつを作ってパン粉を使ったので補充しておきます。こちらがギラデリのケーキミックスですね。卵と牛乳を混ぜるだけで焼くことができます。手作りのおやつをあげたいと思いつつも、やっぱりこういう買ったスナック菓子が外に持ち運びやすいので、なくなると買ってしまいますね。最後にクーポンです。会計のスキャンを通す時よりも、すごく画面を見て慎重にスキャンしているのがよくわかると思います。やっぱり値引きは大切ですからね。
今日は お昼が外食でたくさん食べたので簡単ご飯です。今週は結局1回しかお買い物に行かず、この44ドルで1週間終えることができました。先週がちょっと高かったので、今週が44ドルで割と相殺されたかなと